お願いしますえっとですね、最近だとあのー、あれ、へずまりゅうさんが結婚した、結婚して結婚式が密着されたっていう、オリコン、YouTube とかオリコンとかにっていうのが話題になってるんですよ。あのー、へずまりゅうさんが、いつやったっけなぁ。 なんかちょっと前に結婚を発表して結婚式を昨日やったかなしたのかなで、そこで、えー、オリコンさんとかあとんやったっけ、あのー、ニュースのチャンネルなんか忘れたけどあれが独占取材をしてたっていう芸能ニュースの、えー、なんか会社が取材にちょっと招待されてそこに行ったっていうのが話題になってるんですよで、メンバーがめちゃくちゃ豪華なんですよ DJ あのレベゼン・フォックスの d j ォーイとかあともう一人誰か忘れたと、えー、これこれさんあと加藤純一さん加藤純一さん,あ加藤純一さんとラファエルユーターボン君あと青白王子もいましたね、はい、結構豪華な人が、えー、あの結婚式に参加しててすごいなと思って。 だってもうあんなに、まあ、失礼やけどはっきり言うとやらかしてるような人がこんなでっかい結婚式やっていいんだなっていうのがすごいびっくりして。だっ、ね、て不思議でしょ。あんなだってスシローペ,ペロペロより悪いことかもしれない下手したら下手したらスシローペロペロで悪なこともやっているのにあんなことしていいんだっていうのにすごいびっくりしてます。 であのー、誰だっけあのレペゼンのフォイクともう一人の子があのー、誰だっけ誰だっけなちょっと待って。あモデルプレスさんだモデルプレスさんとかがさ。 誰やったっけなあのもう一人あのフォイー君ともう一人があのモデルプレスさんの動画,あの,動画のコメントで答えてて,答えて,てその答えてた、えー、方のフォイー君じゃない方が言ってたんですけど完全に来るとこ間違えてるんですよ絶対に誰やったっけなあと社長は帰ってただから途中で帰ったって言われて メントスコーラされないように気をつけてくださいねほんとにもうメントスコーラしないでくださいねうんスパチャマっチョルぞスパチャマッチカスパチャマッチカおいこんなにいいもうはっちゃかめっちゃかやりたい放題して許されるの人ってなかなかいないと思うんですよだって こんなにいろんなことだってもうでも問題を起こしてるしいろいろやってるのにでまだ動画とかでも炎上するだろうなっていうぐらいなんか選挙のポスターのやつ剥がすやつあれがヒズマじゃなかったっけ多分それと違ったらごめんなさいそれがやっててあんなめちゃくちゃなことしてこんなに豪華な人が参列してくれる人ってなかなかいないと思う。 あれ誰やったっけ本当に誰やったっけなんか出てきそうで出てこないんですよねまあでも幸せに暮らしてほしいのはありますけどねうんちょっとだけ誰やったっけあ DJ○ だ d j ルだ忘れてた DJ○ か d j ルが言ってたんですよあの モデルループだよモデルループだマルが言ってたのがあのモデルプレスさん絶対来るとこ間違ってる絶対ニュースする報道するもの間違ってるそんなモデルプレスで話すような人ではないそれはもう間違いなくそううん まあでもね、うん、ヘズマリュウさんあの、結婚したことはね、すごいいいことだと思うんで、それはもう普通に認めます。あのおめでとうございます。はい。これからも、えー、頑張ってください、えー。5分経ったんで、以上、です。ご清聴ありがとうございました。失礼します。